ショートコーナーを使いました。もう一度の一旦下げますバデア、シュートはあります。今返しのボールはよく終わりませんでしたね、はい、非常に注目の一戦となった今日のゲームです。ましたバデア、そのまま行きました。距離もありましたけどね、はい、得意な足でもない、あそこもちょっと見方をました、ね、ショートコーナーでさあ定位置になりましたバデア、ノジョニウ、そのまた手、おっと向けばフリーになる、前を素早く向きました。もう一度バデア、クロスが入ります。そして飛んだ山下、さらには後方から、さあこの流れ苦労人塚本、ファーストステージの終盤で掴んだレギュラーポジション、バデアのシュート、こぼれ球、これがあるピッチの後にチャンスあり、アビスパーとチャンスをものにしました。服部のゴールで1対1、セットプレーからついにゴールネットを揺らしました。やっぱりバデアのいいシュートで、はい、で、まあ、ハトリーがね、やっぱりこぼれ球を狙いましたね。逆に浦和のディフェンダーがちょっとそれを反応しませんでしたね、はい、見とれてるんでしょうね、そして西部がちょっとね、その、はい、こぼれ出すところが真ん中ですよね、外で弾かないとダメですよ ね、 そうですね、取れなければ外に弾くというのはこのキーパーのセーブの鉄則なんですが、ただでやっぱり本人を止められるのかどうかってね。バネアからパスが出て、ああ浮かせた、いやー今低いボールだったな、これはどうですか下長、さあバネア抜けてきた、中にはいる、クロスを入れさせませんでした。ゴールラインを割ってコーナーキックです。まあ、今クロがね、いいディフェンスしましたね。サイドを使ってバレア、中に2人いる、シュートが来た、自分で狙ってきました、得意の左足、まあ、今ゴール前にフリーな選手がいましたんでね、クロスでもいいんじゃないかっていう声もありましたけどもね、ただまあちょっとモットージャーが入ってきました、後ろから遅れて野田が左へ展開、バデアが待っている、ただ相手のディフェンス、西田つぶれ、最後はバデア、最後はバデアの左足、いや一瞬のその飛び出しでした。いや今サイドからちょっと軽かったですね、フロンターレのディフェンスも、あそこはもう最後西澤が体を寄せてですね、もうタックルで終わるというシーンでなければいけませんね、ちょっと軽かったですね。バディア裏に入ってきた、あーっと最後バデアは左利きの選手で、まあ、ジェフなどにいたと、フェンソンにいた時なども左サイドのポジションが多かったんですが、この人が右に来るということは相手にとってはどんなその嫌らしさがあるんですか。まあ、中に入ってこられると、が出てくるタイミング一つで完全にオフサイドになってしまう。そうですね。ディフェンスもそれを、あーっとシュートだ。またバデアです。これ難しいんでしょう。いや難しいですね、高く上がったボールをミートする、難しいと思いますけど、落ち着いて打ちましたね。どうやら雨は上がっているようですが、試合の方はヒートアップしています。蹴るのはバデア、トージャが入ってくる、後ろだ、ここですね、ここでモントージャがフリーで1対1になるんですよね。そして来る西澤、ここまではいいんですけども、ここで取り
りに行っちゃったんですよね。ですから最後クロスが一番危険だということをやはり頭に入れてディフェンスしなきゃいけない。ここですね、確かにモントージャのこのタイミングも絶妙なタイミングでしたけども、ここで取りに行ってしまいましたね。そしてこの中に入ってくる選手のマークが甘くてですね、結果的に失点につながってしまった。やはりこれだけミスが2つ3つ続けば、これは失点につながるしょうがないですね。アデアが走っています。そしてゴール前モントージャ、さらに奥にはサラが、さらに石丸も入っている。アデア切り返して、ちょっと遅くなった。得点をした、失点をしたっていう5分間をあと残り7分ぐらいですから、まあ、あのチャンスもあるし、そのピンチもあるんですかね。今上田がこうすぐ点を取り返すというか、相手がちょっと安心してる部分だという、はい、さあ草野が飛んでバデアか、いや三浦康史、軽く長くしたバデアのシュート、トリッキーなプレーを見せたアビスパ。最後はバデアを打ってきました、左足。前半39分、今のは誰かが、おい誰か蹴るんだっていうようなゴールでしたが、ちょっとその一泊置きましたからね、あれでいいセーブでしたね、土井選手も、はい、土井もファインセーブ、右手一本でお世話しました。1対0、1点を先制した FC 東京、 FC 東京にとっては今守りたい時間帯。向こうサイドから久永が、しかしながらあのフリーキック、ああいうトリッキーなプレーを松崎ですが、今度はバックサイドがバレアのシュート、カバーをしてかせたか、コーナーキックです。バレアの遠い距離からのシュート、今日4本目のシュートは今日な4本目のコーナーキックになります。バリエーションの今ちょっと少ないですね。ゴール前には久永と、そして石丸、バレアが持っていく、バレア切り返す、この時に誰もそばに寄ってこないんですよ、ね、島で当てて、あモントージャに合わない、まあ、そしてモントージャ、モントージャから直接バレアがやった。前半からそういうバレアのミドルシュートなんですよね、この今そのシュートペースのバレアがそばにまだポストっていうことですよね。相手にもちょっとプレッシャーがちょっとかかってきますよ ね、 そうですね。バレアが入れるロングソロです。バレア戻ってきた、ゴール前に2人、バレア縦を左切りながら縦を行く、サラが密集して倒れ込みながらシュートでした。ですからそういうゴールを取って、バレアゴール前にサラが走る、ジャンピング、本当じゃちょっとジャンプが後半本当にね、フォアチェックでね、あのリスパーのリズムですからね、はい、いわゆる本来の攻撃が見せています。そうですね、前だから、さあ最後チャンスだ、バレア、バレア左足、シュート、シュートの威力がありました、コースが外れ、バレアが得意の左足だ、そしてバレア、あサイドまた左足が巻いている、三浦、切り返す、ラストシーン、飛び込んで、決まった、アビスパ同点、後半から入った、江口が決めました。切り返して次にゴールを狙います。そして同点で迎えた後半9分、高田が繋いだボールからバレアが決勝のゴール、ヤスカの連敗は5で止まりました。逆にベルマーレボール、バレアが真ん中で受けて中央突破でドリブルをしていきます。向こうが届いて、ここは狙いたい、相手ディフェンダーに当たってのゴールラインを割りました。バディアの速いコーナーからもう一度バディアに返して真ん中にして、どうする、狙う、あわやゴールかと思いました。ちょうどさあ、しかしベルマーレも中を狙っていく、ずっとボールを持ち込んでどうするか、
バーディアを持ち込みました。コーナーキックになります。向こう側サイドからサポーターの前へ後ろに送ってミドルシュート狙うか。次からバディア、バディアずっと持ち込んでサイドギリギリから、さあどうするか。もらいに行ってほしい。さあゴール前フリーになれるか。ボールはベルマルボールです。バディア2人3人抜いて、ここオフサイドありません。これがボールを持って、さあどうするか。ゆっくりと抜いて決めた。ベルマーレ2点目。そして堀はこれがベルマーレの初ゴールです。後半20分ベルマーレ2点目を挙げました。ここはバディアが2人3人抜いて相位置で、堀選手もオフサイドラインを見て、そして最後キーパーをかわしてという、ここはどちらも行けますが、さあどうするか。バーディアが行って狙って決まった。松永動きません。ベルマーレこれで同点。バーディアあの位置からまた決めました。後半の24分ベルマーレ平塚3対3の同点に追いつきました。恐れ入りました。もう一度リプレイ。この左足振り抜き、ゆきさん、あの元日本代表の松永も藤井選手に代えてミッドフィルダーの森岡ということで、あるいはさんがポジションが入れ替わる部分があるのかもしれません。薄井が柔らかくボールを受けてバーディアに戻します。1人かわします。中に送って、ここは絶好のチャンスでしたがオフサイドです。まあ、でももうちょっとだもうちょっとという上田監督の声も聞かれましたが、さに変えてここは9番船越を入れてきました。直接狙った、バーディアの左足でしたが松永止めてしまいます。この勢いあるボールだったんですが、ちょうど先ほどのフリーキック、得点のフリーキックと同じような感じでしたね。そうですね、はい、あのコースからも自信持ってますよね、はい。さあそしてコーナー、どうする。ゴール前1人抜いて、さあここは渡せるか、次回狙うか。もう一度こぼれ球、まだ生きています。ゴール前上げたが松永がキャッチ。直接狙いましたか、こぼれ球狙って、船越の2トップ。船越は、いえ高田はアンダー20のメンバーリザルです。バディアのシュート決まりました。ペナルティアーク付近から中央にちょっと進み上がりました。セレッソのディフェンダー陣、そこを見事にゴールマウス左隅に流し込みました。パベル・バディアの先制ゴール、これがベルマーレ平塚にとっては今シーズン初めてのゴール。さらにまたバディア本バディアのキック、壁に当たる。クラウチオーバーセット、これはヒットしない、クリアが不十分だ。バディアボレー。このゴール前はなんとかセレッソが守りきった格好です。最後はバディアのジャンピングボレーがクロスバーを越えました。セレッソドリブル、松川、バデン、
あ、ちょっと松川が足を痛めましたが続行です。バディアのクロスボール跳ね返します。堀からバデ一気にクロス、ちょっと大きかったか、惜しいシーンでした。船越石川さん、はい、上田監督なんですが、あとはこの船越選手にゴールを決めてほしいという気持ちが大きいようですね、はい、今日は船越のいいところを出していける、そんな戦術も取れたらなというふうに話しています。ベルマーレです。さあゴール前に3枚待っている。リアサイドからシュートは枠を外しました。船越バデアから右へ、ボランチの堀です。流したシュートを打てない、クリアです。先制ゴールは前半の3分、バデアでした。個人技で持ち込んでのシュート、そして2点目、16分ディフェンダーに当たって角度が変わった、中に入って中央ロペス開いて、そしてバデア中央2枚いる、ヘッドは正面、ロペスですかね、このエリアの中ですが上はありません。イサイド内藤、バデア狙ってくるぞ、バデアのシュート、3対0、引き離しましたミスター福岡。まあ、あの距離だったらバデア狙ってきますもんね。坂がですね、はい、その後もうチームメイトにもう大声で言ってましたけどね、なんでボールへ行かないんだと、はい、先ほどもその話ちょっとありましたけども、ペナルティエリアの周りでボールにもっと行かなきゃいけないですよね、ちょっとフリーにそれすぎですね。そうですね、3対0です。ファーストステージは3対0でこのセカンドステージはここまで3対0、バデアの3点目、バデア左足右のミドルシュート、ね、今日はですね、はい、バデア、それと三浦康俊がですね、抑え気味なんですよ、はい、いつもですと折り返す、これは自分が勝負した、これまだ狙える中原ひもに出してバデアの右足、得意の左ではなく右足、後半の13分、自分が点を決めて8分の13分、4対0にしましたアビスパ福岡。今のは本当にもう完璧な攻めだったんじゃないでしょうかね、はい、まあ、左サイドでダイレクトで4本ぐらいですかね、そして右内藤からの折り返し、はい、まあ、右足最後ね決めるんですけどね、はい、相手に本当触らせないですからね、博多の森はゴール賞アビスパ福岡4対0、リクからアーポストロペスがヘッド合わせました、移籍初ゴール、これで2対0、前半の23分でした。これで前半2対0と45分終わって、差を広げて後半の45分突入、そして後半の5分、今度はバディアがミドルレンジからのシュートを放ちました、まあ、後半は前半で非常にもう守備で頑張っていたね、そうですね、バディアがよく頑張ったんですけど、セレッソがね、はい、後半立ち上がり良かったんですよね、そこで、まあ、バディアが、まあ、はい、とどめっていうんですかね、この3点目、ね、はい、内藤から出たボールですからね、やっぱり新戦力がこう絡んでますよ ね、 すね、ま
本当にまたいい時間帯でしたね、はい、これが4点目ですか、後半の5分サイドなんですね、はい、これまでは左サイドバック、当然ここはあのサントス対策ということもあるようです。ボブさん、はい、昨日の練習でもですね、サントス選手に対してどういうふうに対応するかというのをヒンポリ監督自ら体を張って指示していました。さあバレアが一人かわして持ち込んで左足や取りましたよね、前半の12分今度は右サイドからバレア、非常に突破しましたよね、はい、アビスパのベンチも全員コーチ陣も飛び出して今のゴールを祝福しています。ここでもう一度行くんですね、はい、これ落ち着いてましたよねバレア。そうですね、このクロスはもう一度です。これ小顔をかわして落ち着いて冷静ですね。そうですね、森岡と黒川の間なんですがこれ通してきました。待っていた目の中に2人山下もいます。離れて内藤と江口がいます。18番が江口、中払いと山下壁の中です。エスパレスは6人で壁を作ります。さあバネアの左足はどんどん押す、押し込んだ江口、2点目ですね、今日2点目、江口が決めた、江口に得点、2対0。26分追加点アビスパ、パフォーマンスも飛び出しました江口智司、乗ってますね。さあバデアのフリーキックのシーンからもう一度です。これ抜けます、黒川が前に弾いて詰めた江口のゴールです。いやこの1点は大きいでしょうね、はい、この2点目は欲しいというね戸塚さんの話がありました ね、 でも知ってますんで ね、 ね、さあエスパルスは10人、しかも3バックのストッパーを欠くという状況、これでかなりアビスパは楽になりましたね。そうですね、ますこれフリーキックからですね、ま、そうですね、はい、この真ん中開いたんですよね壁、はい、これを、まあ、リバウンドをね、はい、落ち着いて決めたわけですけど ね、 ねこれもバベアのキックから生まれた追加点です。ここバネアが粘ったんですね。そうですね、はい、ずっと左サイドからね、はい、いい崩しをしてたんですけども、はい、まあ、ゴールシーンはね、右サイドからでした ね、 ね、ここにバネアが出ていって本当にこの最後までね、はい、落ち着いてましたよね。この豊富な運動量ですね。そして最後決めたのは江口です。8ヶ月ぶりのという江口、今日2ゴール。一方のエスパルス、ゴールキーパー20番の黒川、ディフェンスは11番森岡、3番の古賀、もう一回農場員に戻ってくる、斉藤がマークに行く、斉藤と農場員を斉藤が取った、落としたボール、オフサイドフラッグが上がってきます。オフサイドでした。そしてマデア、マデア中央に2枚いる、ヘッドは正面、オフェスですかね、内藤、内藤、バデア狙ってくるぞ、バデアのシュート、3対で突き放しましたアビスパ福岡。まああの距離だったらバデア狙ってきますもんね。今田坂がですね、はい、その後もうチームメイトにもう大声で言ってましたけどね、なんでボールへ行かないんだと、はい、先ほどもその話ちょっとありましたけども、ペナルティエリアの周りでボールにもっと行かなきゃいけないですかね、ちょっとフリーにそれすぎですね。そうですね、3対0です。ファーストステージは3対0でセレッソが勝ったんですが、このセカンドステージはここまで3対0、バネラの3点目、バネア左足、
シュート。今日はですね、はい、バデア、それと三浦康俊がですね、抑え気味なんですよ。はい、ヘアンディアの中、アリサ入れ込んで折り返す。クラウディアの足を出した。これはまだ狙える。高原、横へ出してバデアの右だ。得意の左ではなく右足。後半の13分、自分が点を決めて8分の13分、4対0にしました、アビスパ福岡。今のは本当にもう完璧な攻めだったんじゃないでしょうかね、はい、左サイドでダイレクトで4本くらいですかね、そして右内藤からの折り返し、はい、この右足最後ね、決めるんですけどね、はい、相手に本当触らせないですからね。博多の森はゴール賞アビスパ福岡、4対0。さあ誰が飛び込むんだ。アナウカ股抜きを見せましたマネ、余裕からでしょうね。内藤から出たボールですからね、やっぱり新戦力がこう絡んでますよ ね、 すね。本当にまたいい時間帯でしたね、はい、これが4点目ですか。後半の5分、そして後半の13分バデアの左足右足の順でしたが、ゴールが入りまして4対0、アビスパ福岡が初めての勝利をものにしました。さあそして、息がしっかりついている。バデアがなんとかそのディフェンスを、ここはハンドルのヘディングでした。まだチャンスがあります。さあ上げた、折り返せるか。あーっと閉まってしまった。バデア自分で行った、堀池決まった、同点1対1。 JFL ベストゴールキーパーの右手に当たりましたが、それを突き抜けていきました、シュート。1対1同点です。いやー、綺麗なミドルシュートでしたね。これは東京ガスのディフェンダーですね、これシュートを甘く見たんじゃないでしょうかね。それほど鋭いシュート来ないと思ってですね、よく反応したんですけれども、もう少し近くにアプローチに行けばですね、あれほど狙った形でのシュートって打てないんですけどね。またメルマーレチャンス、ルペスです。この同点、ロペス、バデアへ、バデアフリーだ。またシュートを打っていきました。バデアへのマークがちょっと、そうですね、ないですね。このこれ本当狙ってですね、狙いとのシュートだったんじゃないでしょうかね。ベスト JFL ベストゴールキーパーの堀池も及びませんでした。本当に距離上げたらですね、完全に狙ってきてますからね。JFL 最少失点の東京ガスもちょっと詰めるの遅れたという感じですかね。そうですね、もう完全にバデアのシュートのレンジ入ってましたね。これで1対1のバデアのスルーパス、レッツから移籍の堀キーパーをかわして2点目。さらに4分後、バデアがフリーキック直接向かう。メルマーレなんと9分間に3点返して同点。サンガもう真っ青。その上、三浦振りたくがら。